FNN がこの週末に実施した世論調査では、政府が安倍元総理大臣の国葬を行うと決めたことについて、よかったが50.1%、よくなかったが46.9%調査はご覧の方法で行いました。岸田内閣を支持するは、先月より1.3ポイント下がって62.4%。 支持ししないはでした銃撃されなくなった安倍元総理の国葬を政府が決めたことについて良かったという人はどちらかといえば良かったと合わせて50.1%良くなかったという人はどちらかといえば良くなかったと合わせて46.9%で評価が分かれました。一方 政府の新型コロナウイルス対策を評価するは、先月より十六点二ポイント下がって、四十九点二パーセント。評価しないは四十二点二パーセントでした。岸田総理大臣が、現時点では、新たな行動制限を考えていないとしていることを評価するは五十三点七パーセント。評価しないは四十点九パーセントでした。 また、新型コロナの感染拡大の第七波に不安を感じる人は七十点三パーセントでした。この夏、帰省や旅行をするという人は三十点三パーセント。帰省も旅行もしないという人は六十八点八パーセントでした。